どっから来たの？神様がママにくださったのよ。神様はどこにいるの？このお空にいらっしゃるのよ。じゃあ僕も神様なの？そうよ。ほら見てごらんなさい。お空にはね、何百億何千億っていうお星様があるの。数えきれないほどたくさんの銀河系って呼ばれる宇宙があって、その小さな小さな一部分が太陽系で、地球はその中のほんの砂粒の一つでしかないのよ。だから宇宙全体がどんなものなのか、どうして作られたのか、誰にもわからないの。不思議でしょ？でもこんな不思議な広い広い世界が私たちのすぐ目の前にあるのよ。それでね、昔の人はこの宇宙を神様って呼ぶことにしたの。地球もその宇宙の一部分だから、そこに住む生き物はみんな神様なのよ。ママもあなたもね。だからね、人はみんな神様みたいに不思議なものなの。でも死んだらどうなるの？お空に登ってお星様のところへ帰って行くのよ。でした。すいません。はい、ショコラとレモンティー。ショコラとレモンティーですね。かしこまりました。少々お待ちください。お待ちどうさまでした。すいません。はい、お姉さん。はい、アップルタイザー。え、アップルタイザー。ショコラとレモンティーとアップルタイザーお願いします。あ、ユキ今日試験なんだろ。はい。うん、帰っていいから。でも、うん、頑張れよ。すいません、じゃあ行ってきます。しっかりな。はい。国語に、それから物理。来るからね。お利口で待っててね。ガス、水道、元栓、オッケーね。ゆきちゃん、学校かい？はい、行ってきます。こんばんは。こんばんは。元気ね。パパママ行ってきます。
が心臓です。この仕切りを心室中隔と言いますが、ここに穴が開いて動脈血もしくは静脈血が左右それぞれの心室に逆流するのです。心室中隔欠損という先天性心疾患の一つです。自覚症状がほとんどないので子供の頃は発見されにくく、成長すると自然に閉じてしまうケースもありますが、このように悪化したままの状態で放置しておきますと、片方だけの心室の圧力が強まって肺動脈が高血圧症状を起こすアイゼンメンジャー症候と言われる状態になり、この穴を閉じてしまうと、例えば風船に容量以上の空気を吹き込むのと同じように心臓が破裂してしまうので手術はもう不可能なんです。こうなるまでには前に何度か発作が起こってたはずなんですが、どうして今までに。僕らも彼女の私生活よくわからないもんで、何でも両親ともいなくて市役所の警察課が面倒見てるって話聞いたことあるんですけども。手術はもう無理なんだってね。うん、手遅れだったみたいよ。ねえ、あの子いくつ？17、18じゃないかしら。定時制高校の2年だって言ってたから。かわいそうね。対症療法でいくらも足したってあと半年ぐらいがいいとこじゃない？うん、しなさいよ。そんなこと言うもんじゃないわよ。だって肺高血圧症が強くて心不全すれすれの状態だって言ってたわよ。ほら唇もちょっと紫かかってるでしょ。チアノーゼね、あれ。まるで違っちゃったぜ。バカ、馬力だけ感心してんじゃねえよ。足回りだよ、足回り。お前のメカの腕前見直したぜ。あとはインタークーラーをつけてギアを変えればもう最高。おい、お前取りてこい。足つけようぜ。よし、上等だ。よし、やったるぜ。おい安田、聞こえるか。聞こえたら返事しろ。分かったな、うまくやれよ。ああ、ああ、
よいしょ。よいしょ。楽しそうに喋ってたくせに、あっち行ってよ、出てってよ。もうみんな顔も見るのも嫌よ。ゆきちゃん、お願いだから静かにして。ね、静かに話しましょう。いいわよ、自分で死んでやるから。ゆきちゃん、何するのよ。やめなさい、やめなさいってば。ちょっとゆきちゃん、離してよ、触んないでよ。いなさい先生、離しなさいよ。ゆきちゃん、もういいだろ、寝なさい。先生なんか何さ、一気にお前なくなっちゃうだよ。やだ、落ち着くまで個室の方がいいな。リカバリールームの U ベッドが空いてるだろ。あっちへ移してやってくれ。はい。先生、急患です。外科の樋口先生がオペ中で手が離せないもので。よし、分かった。タフなもんだ。これだけ打って骨折も出血も見当たらん。グリセオールの点滴を開始し経過観察を。まもなく気がつくとも。気がついたか。あれ、俺生きてたのか。運が良かったんだよ。当たりどころが一つ間違っていたら、こんなことになってたよ。あいつは、たけしは大丈夫ですか。もう一台の救急車、途中で行き先変えたそうだ。どこへ。警察。警察。そう、死体置き場。たけしはさっきまで俺と一緒に。あ、すいません。大丈夫です。気をつけてくださいね。
お前また冗談やってんじゃないんだろうな。こりゃないよ、本当によ。まこちゃん、たけしにお線香あげてやって。おばさん、俺がついてな。俺だけ元気で。すいません。たけしは本当にあんたが好きだったのよ。あんたがそんな顔したら寂しがるじゃないの。満足してるでしょうよ。誰が悪いでもない。これがこの子の前世からの定めだって思わなきゃね。たけしの短かった分、まこちゃん、あんた先生。なんだ、起きてたのか。先生、痛かったこの間。いや、なんともないよ。ごめんなさい、これからはおとなしくします。いいんだよ、でもね、自分の体だからね、大事にしないと。先生、私いつ死ぬんですか。そんなこと僕だってわからないよ。先生だって明日死ぬかもしれないし、100歳まで生きるかもしれない。そんなことをくよくよ考えるような病気じゃないんだ君のは。ダメだよ、弱虫になっちゃう。嘘つき。ごめんなさい、また意地悪言っちゃって。先生、ラジオつけて。私ラジオ聞きながらでないと眠れないの。ありがとう先生。柏木先生、ちょっと時間をいただけますか。ええ、どうぞ。かわいそうね、この年で天涯孤独。両親が離婚して子供と一緒だった片親が今度は蒸発してしまう。この頃よくあるケースね。その上、悪いことにどこかで自分の病気のことを聞いてしまったらしいんだな。治らないってこと。うん、自分はもうじき死ぬんだって思い詰めてしまってるんだよ。辛いわね、こういうケースって。若い人だと余計にね。せめてあの子の精神的な苦痛だけでも取り除いてやりたいんだ。何かいい方法はないかな。私も末期のがん患者さんを何人かカウンセリングしたことがあるけど、私の方が教えられることがあるわよ。土壇場になるとね、人の心って素晴らしいぐらい自由に羽ばたいて、底知れないエネルギーを生み出すものなのよ。神様ってきっとこんな人たちなのかしらって思うくらい。それはごく一部の人だろう。あのおばあちゃんね、私がカウンセリングした一人なんだけど、癌の転移でもうダメなのよ。自分でも知ってるんだけど、どうあの明るい顔。それに毎日元気に病室から歩いてきて、ああしてお店を開いてるの。
店？遊んでるのよ。末期症状でなおああやって明るく遊んでいられる。私はすごい精神力だと思うわ。おばあちゃん元気？ええ、ありがとう。おかげさんで今日はね、気分がいいから駄菓子屋さんごっこして遊んでんの。今日も忙しそうね。時間もあんまりないからね。子供たちと遊んでんのね。そうだよね、みんな。だけどね、お家でお母ちゃんの言うことをよく聞かない子にはおばあちゃん売ってあげないよ。何が欲しいの？これ？これだ。これは5円。騒がないで騒がないで、奥でおじいちゃんが寝てるんだからさ。おじいちゃんが寝ているの。さあみんなおいで。柏木先生、このおばあちゃんにゆきちゃんと相部屋になってもらったらどうかな。そうね、きっといいわよ。この子も明るくなるかもしれない。本当？うん、本当にお化けの話好き？番長皿屋敷のお菊さん、四ツ谷階段のお岩さん、みんなかわいそうだよ。昔の女はね。怖くないの？怖くない怖くない、生きてる人間のがよっぽどおっかない。そうね。私のはね、耳なし大一っていうの。え？聞いたことない名前だ。本当にいたのよ。うん、おいちはね、丸っこくってじゃがいもみたいな可愛い顔してたんだけど、目は生まれつき見えなくて、その上耳がないの。どうして耳がなくなったかっていうところがお話なのよ。うん、その人は後で耳がなくなったの。昔ね、源氏と平家が戦って、最後に壇の裏で平家の一門が全部、女や子供、幼い天使様までが海に沈んで滅びてしまったでしょう。法一はね、この近くのお寺に住んでいる琵琶法師なの。ある夏の晩、法一は一人のお侍に連れられて御殿へ行き、平家物語の壇ノ浦の合戦の弾き語りをやらされるの。クライマックスになると周りはすすり泣きやおえつに包まれてゆき、深い感動でいっぱいになるのよ。大したもんだ、目が見えないのに。それから何日も夜になると、保一はお寺を出ていくの。不思議に思った寺男がついていくと、そこは御殿ではなくて墓地だったの。いっぱい鬼火が燃え盛ってるお墓の真ん中で、保一は涙ながらに琵琶を語っていたのよ。成仏しきれない平家の怨霊たちに化かされてたのね。それを知った和尚さんが心配して、二度と化かされないようにって保一の体中にお経の文句を書きつけるの。平家の亡霊の侍がまた保一を連れ出しに来ると、お経のおかげで保一の体は侍に見えないの。でも耳だけ空中に浮かんで見えるの。耳にだけお経を書くの忘れたのね。亡霊の侍が怒って、その耳を切り裂いて持って帰っちゃう。それで耳なし保一になっちゃった。でも保一はかわいそうな平家の怨霊を恨まないで慰めるのね。そしてこのことが有名になり、尊い人たちがあちこちから聞きに来て、保一はお金持ちになり、一生幸福に暮らしたのです。終わりね。いいお話でしょう。え、寝ちゃったのか。おばあちゃん、
事だぞ。毎度毎度渋滞で参るな。一つ割れて今日っていっぱいいっか。うん、そういうこと、そういうこと。なんだお前ら、なんか言うか。昨夜深夜便で西の方に走ったな。おう、商売だからな。それがどうした。保土ヶ谷あたりで小型車にいたずらしたろ。おお、あの元気な坊やが足の一本ぐらい折れたかと思ったけどな。え死んだよ、俺のダチ公が。俺も死に損なったなんだと。おい、お前そのダイヤつけに来たの。お今度はお前たちに死んでもらうぜ。やめろよ。待てよ。よせよせ。よせ。たけしが。やめろよ。あんないいやつが死んだんだ。やめろ。誰が来い。おい。おい。どうせ。何やってんだよ。なんだこんな孤独するに、よくねろ。おい、やっちゃう。やろう。やろう。やろう。といた方がいいんじゃねえか。やかましいな、じいさん引っ込んでるよ。それ以上やるって言うと、お前人殺しになっちゃうよ。うるせえ。おい、ヒダだよ、俺。おお、よかった。おい、ヒダ、おい、向いてるぞ、おい。向いてるぞ、おい。あんぐらい素直なやつなんだね。どうしたよ、おい。これだけ腫れてりゃ痛えやな。我慢しな、なあ。これはもう本当におめえも我慢強かったな。おい、熱もあるで、おい。かわいそうに。まあ、これでいいや。大丈夫で。めえな。おい、おめえも一杯やるか。どうかい。冷えてるともっとうめえんだけどな。でも昔の焼酎と比べたら良くなったもんだ。おじさん。うん。あそこに火つけたのおっさんでしょ。うん。とんでもねえなお前。つけ火は五年食らうからね。ところでおめえいい度胸してんね。え？下手するとで一巻の終わりだったんだ。ほっといてくれりゃよかったんだよ。なんで。俺は誰にも構われたくなんかないんだ。それじゃ何か死んでも構わなかったのかい。どうせ俺は死に損ないだ。バカ。命は一つきりねえんだよ。小泉さん、消灯後はラジオはダメよ。もうおやすみなさい。
キと言って誰そっちからやったってダメなんだよ。こうやってな、優しく俺順序よくこうやれば俺な、なんでもねえんだから。こんなことやって、いくらになるんですか。朝なキロ20円だからな、午前中と夕方とこうやって働いて3000円ぐらいになるかな。それでその人の日の家庭がやられるんだ。それ以上はいらねえ。明日のことは思い煩うなからで。おっと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 、ダメだダメだダメだ。もみ殻な、そう散らかしちゃいけねえよ。こうやってな、ビニールの袋の中に入れるんだよ。ほら、言うてごらん。ほら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 。俺たちはただのクズ拾いとは違うんだから、こうやって街をきれいにしてやってるんだからな。ゆきちゃん、ここに入院してる間は病院の規則守ってね。あなた、ゆうべ一晩中ラジオつけっぱなしにしといたでしょう。他の患者さんたちがとっても迷惑するのよ。私一度つけただけですぐ宿直の看護師さんが来て消して、その後はつけてません。でもラジオが一人でにつくわけはないでしょう。ゆきちゃん、もっと素直な気持ちにならないと病気も良くならないわよ。知らないから知らないって言ってるんじゃないの。死にかかってる人間だからってバカにしないでよ。静かに興奮しちゃダメ。やかましいわよ。何さ、文句ばっかり言ってさ。私と三宅さんと秋山さんからのプレゼント。かわいい。これ私に。そう、一番大切なラジオがなくなっちゃったから代わりにね。すいません、みんなで私のためにありがとう。そうだ、お前の名前は宝一、素敵な名でしょ。そう、おいしいの。よかったわね。たくさん食べるのよ。ほういち、ダメよ。これからはママがちゃんと教育しますからね。神様、私の声が聞こえますか。聞こえるのなら私のお願いを聞いてください。私がダメなら、私が死んだ後もどうかこの宝一をお守りください。この子を幸せにしてやってください。でしょ、そんなに吠えたら。宝一、宝一、宝一、宝一。どうしたの、ゆきちゃん。わかんない、吠えるのよ。人はね、何かいるのかしら。おかしいわね、こんな新しい病室にネズミなんか出るわけもないのにね。やめてよ、宝一。お願いだから静かにしてよ。宝一。
な起きるし、不調さんに知れたら。ゆきちゃん、ゆきちゃん、とても暖かくて安らかで、一つも恐ろしくなんかないんです。ダチのたけしがその中から俺を呼んでいる。でも俺はどうしてもそれ以上進めず、とうとう引き戻されちゃったんです。なるほど、そういう目にあったのか。死ぬとか生きるとか、ほんの弾みみたいなもので、死なんて俺怖くない。というよりもう一度あの世界に行ってみたい、そんな気になる時があるんです。いかんな、それは。そうだ、わしの話をしてやろうかな。わしはな、この前の戦争の時に満州の関東軍にいたんだよ。そして終戦になってソ連の捕虜になって、シベリアのラーゲリという収容所に入れられたんだ。来る日も来る日も零下30度という寒さと、黒パンとスープ一杯というひもじさの中で、森林伐採という重労働、次から次と仲間は死んでったんだ。ちょうど2年目の晩、そう、2月17日の夜、その静けだけは忘れないな。わしはな、とうとう決心してそのラーゲリから脱出したんだ。切れる果てなんかないよ。ただこのままじっとして死んで行くよりはいい。ただそれだけの気持ちで歩いていたんだ。時間も方角の観念もなくなってしまった。ただこの先に懐かしい内地がある、それだけを思って無遊漁者のように歩いた。もう寒さや飢えの感覚すらない。目も見えない。スーッと落ちて引き込まれてゆく向こうには暖かい野原が広がっていて、いっぱいの花盛りだ。ああ、やっと俺はそこへ行けると思った時にね、どこからかしかしはっきりと俺を呼ぶ声がするんだ。つよしや、眠ってはいけない。私だよ、お母さんだよ。目を開くんだよ、立つんだ。さあ立って私の方においで、おいで。
こうしてね、わしはおふくろさんに助けられて元の収容所に戻ることができたんだ。2月17日その日、その時刻に俺のおふくろは息を引き取ってたんだな。おふくろさんは自分の命と引き換えにわしを救ってくれたんだ。話には聞くけど本当にそういうことってあるんですね。日本へ帰ってそれを知ったわしはな、改めて自分の命の尊さというのをつくづくと知ったんだ。それ以来言ってもな、こうやって自分で自分の体を本当に大切にするようになったんだよ。誰のもんでもないんだ、自分だけの命、何者にもとらわれない自分の心、それが自由よ。それでこうやって公園で寝てるんですか。いいじゃねえかおめえ、ビルの谷までこうやって見える大下町ってのは綺麗だよ。寂しくないですか。寂しくなんかあるもんか。わしはいつもおふくろさんとこうやって一緒に生きてるんだ。いいな、俺にはそんな人誰もいない。両親は。俺が小さい頃二人とも交通事故で死んじゃった。そうか、だがお前はまだ若いやな。誰でもいいや、たった一人でいいから人を愛するんだな。愛することによって生きる力が湧き出てくるんだよ。人を愛す。場面が来たかね。そうするとそろそろわしも腰を上げるか。どこ行くの。え春ともなれば日本中が花盛りだもんな。熱海の梅は済んだが鎌倉瑞泉寺の水仙、宇坂峠から見下ろす桃の花、道端には菜の花、蓮華草、京都小室仁和寺の里桜にあまに合うだろう。楽しそうだな、俺も行こうかな。うん、わしと一緒に行こう。邪魔ですか。いや邪魔邪魔、大変な邪魔だ。この若さ、この健康な体、何にぶち当たったって壊れやしないよな。思いっきり体当たりするんだ。ハハハハ。
ありがとう。命は一つだよ。大事にしな。どうしたの、ゆきちゃん。また気分が悪いの？口は聞かないし、今朝の食事も取らないんですよ。よし、ゆきちゃん。明日から集中治療室に入ることになるからね。なんぼで稼いでんだ。頭だってと頭かざるぞ。時間分だけは金いただけますからね。なめんなか、手抜きで時間稼ぎをしてただけじゃないか。正当な要求してどこが悪いんだよ。治療室なんてあんな着替えだらけ
何とか言ってよ。ゆきちゃん、ゆきちゃんどうかしたの？ドア開けて。ゆきちゃん、ゆきちゃん開けなさいよ。岡田さん、すいませんが降りてください。救急が来ます。そうだよね。集中治療室のベッドは空いてるのか？はい、一つだけ。よし、じゃあそこは急いで。はい。よかった、これで私集中治療室に行かなくて済むのね。そっか、あんただったの、この間ラジオつけてくれたのは。じゃあカーテン開けてくれたのも。ねえ、あなたは誰なの？ほういち。ほういち？耳なしほういち。あの耳なしほういちなの？でもどうして私を助けに来てくれたの？お前はいつも私のことを考えていてくれた。お前の念力が私をここに呼んだのだ。すごい、本当に保一が来てくれたのね。私は保一が好きよ。何でも頼んでいい？いいと思う。何ですか？最初はいっぱい歩いてみたいの。よろしい、私と一緒なら歩ける。気になったんだね。はい、もう大丈夫なんです。これだったらお前恋でも恋愛でも何でもできた。ええそうか、はい、よかったな。頑張れ。他の人には見えないの。ほら見て。マリア様、ありがとうございます。芳一のような素敵な人に会わせていただいて本当に感謝してます。どうかこの幸せがいつまでも続きますよう。アーメン。院長先生ってどんなところに住んでるのかしら。ひどいわ、保一。どうしたの？あれは人じゃないわよ。
骨董品の鎧じゃないの。ダメ、私は鎧は怖い、侍は怖い。そっか、耳切られたから。ねえ、宝一。正直に言ってね。私は嘘は言わない。あんたといるとこんなに元気なのに、私はやっぱり死ぬの。死は私に求められない。怖くはないのだよ。私も死んでるんだから。でも嫌。私何もしてこなかったんだもの。何をしたかったのかい？いろんなことしたかったけど、でももう欲張ってもダメだから、ただただどんな男の子でもいいから、私のこと好きだって言ってくれる人に会いたかったわ。ちょっとだけでいいから。なるほど。このまま一人ぼっちで死にたくないわ。了解、私が会わせてあげよう。本当？でもどうやって？明日外に出よう。出られるの？この体で？私がそばにいる限り、お前は好きなところへ行ける。すごい、本当、本当ね。嘘は言わないと言っただろう。ね、私も踊ろうかしら。激しくすると責任を持てない。大丈夫よ。こんなに大勢いるんだから、きっと素敵な人いるわね。さあ、どうかな。いないっていうの？人にはみんな先祖代々通り抜けてきた過去がある。過去が見えると良い人ばかりとは言えない。私にはわかんないわ。私の体に触ってごらん。死なせた子だ。その男の先祖は高貴な生まれの方だから、お前とは釣り合わない。あれね、昔この近くにあった軍隊の監獄で銃殺された人たちだ。もう嫌、こんなとこ。子供の時から一度来てみたかったの。でも私体弱かったから。ほういち、
一、芳一。ひどいわ、芳一。私を置き去りなんかにして。ひどいのはそっちだ。どうして？私は動物にも弱い。動物には人間が文明のために失ってしまった鋭い本能が残っている。それが私に感づいて吠えるのだ。結局誰にも会えなかったじゃないの。すまない、私の修行がまだ足りなかった。いいの、これが私の運命なのよ。私本当は一人ぼっちの方が好きだもん。あの子飛び降りるつもりよ。私から離れたら死ぬ。私、コーヒー一杯分だけのお金持ってるの。よかったら一緒に飲まない？どうぞ。君が払ってくれるんだから、君から先に。
けない。やっぱりあなたが先に飲んで。僕は後でいい。私今病気してるの。汚くなるから。うまい。よかった。嬉しい。ちょっと目つむってくれる？こう？そう。その顔だ。緑ヶ丘病院で。え？知ってるの？不思議だな。俺さっきデパートの上でもう一遍会いたいと思ってたんだ。じゃあ私たち今日が二度目だったの。私も探してたの。誰かわかんないけど誰かを。でもどうして上がってきたの？どうして立ってたの？あんなとこへ。どうして立ってたのか自分でもわからない。ただなんとなくヒヤヒヤしたわ。屋上に着くまで飛び降りると思って、うん、すごく眺めが良かったんだ。夕焼けの中に富士山がシルエットで浮かんでだんだん幸せな気分になっちゃって、そしたら君の顔を思い出して体から羽が生えて飛んでいけそうな気になっちゃった。死にたいって思ってたんじゃなかったの？わからない。俺はくだらないやつでくだらない世界にしか住めないってことだけは考えてたけど。今は？うん。今は何も考えてない。ただ俺の前に君がいる。私の前にあなたがいる。追いかけてみようか。何を？俺が見た綺麗な夕日君に見せたいんだ。でももう全速でぶっ飛ばしたらどっかで追いつくかもしれない。走ってくの？まさか。俺の改造したバイクがあるんだ。この近くのダチに貸してあるんだけど今取り返してくるから待ってて。いいね。芳一、ありがとう。あの子なら私にも合格だ。でもどうしよう、私バイクなんか乗れるかしら。たった一つだけ方法がある。どうするの？教えて。しかし危険だ。いいの、お願い。これは恐ろしくエネルギーを消耗する。そのためにお前の命はそれで燃え尽きてしまうかもしれないのだ。私どうなってももう少しあの人と一緒にいたいの。分かった。じゃあかけてみよう。私がお前の体に入る。そうすればお前は不思議な力が持てる。どうやってできるの？そんなこと。目をつむりなさい。これでお前は力を持った。目を開いて壁
向こうを見てごらん。見えたわ。それでいい。じゃあ行っておいで。私の名前はユキ。俺はマコト。誠、追いつく？追いつくとも、ユキ。飛んでる。私たち飛んでる。最初はボーカルをやろうと思ってバンドを作った。エレキを弾きながらね。素敵だったわ、さっきの歌。でもみんなバランバランで1年とは続かなかったよ。残念ね。その次はボクシング。これは格好をつけるだけのため。でも今でも喧嘩ならちょっと負けないよ。まあダメよ喧嘩は。綺麗。なんてかい？七種のゴンベ。でも美しいものは美しい。ありがとう。今日の思い出に。
それから二輪と四輪に凝っちゃってレーサーになろうと思ったんだけど、これは金がかかりすぎて貧乏人の俺には無理だ。それで今ではそのメカニック。俺ガキの頃から機械尻好きだったから。私たちが乗ってきたバイクもあなたが改良したんでしょ。いろんなメカ作るよ。でもそれに乗ってダチが一人死んじゃった。でもそれはあなたの責任じゃないわ。責任がどうってことじゃないんだよ。私ね、人にはそれぞれ運命があると思う。あなたは強い星に生まれたのよ。俺もその時死に損なった。それで天国の入り口ぐらいまで行ったような感じだったんだ。どんな感じ。初めはすごいスピードで落ちていく。でもだんだん暖かい光に包まれて、妙に心が落ち着いてとてもいい感じだった。懐かしくてもう一度行ってみたい、そんな気持ちなんだ。私は嫌。信じないわ、天国なんて絶対に嫌。私行きたい。ひどい。やっと今誠に会えたのに。ひどい。君が病気だってことを忘れてバカなんだ。すぐくだらないこと考えちゃって。うん、私こそこんな体で泣き虫で弱虫で。ユキは弱虫なんかじゃないよ。俺を助けてくれたスーパーマシンだ。今度は俺がエンジンを吹かしてフルパワーで君を引っ張っていく番だ。いつまでもね。いつまでもっていつまで。ずっと。ずっと。そう、君と俺との心がある限りってこと。そうね、それでいいのね。なくなったわ。ガス欠だ。参ったな。夢中になってたから全然気がつかなかったよ。これじゃあまるで東四郎だな。素人。そっかそっか、ごめんごめん。どうするの。そうだな、どっかガソリンスタンドでも叩き起こすしかないな。そうだ、じゃあここでバイク見てて。すぐ帰ってくるから。私も一緒に行く。ダメダメ、病気なんだからここで待ってなきゃダメだよ。いいね。
私の力はこれまでだ。ホイチ。どこにいるの？お願い。顔見せて。ユキ。病人のようです。これは心臓の薬らしいな。緊急の場合こちらに連絡してください。緑ヶ丘病院。すいません、どうしようもなかったもんですから。すいません。ユキ、お待たせ。ペハ 7.18 PCO2 54 PO2 44 サチュレーション68。 O2 もう少し上げて6リットル。メロン150、点滴 VPC 出てます。呼吸数48。血圧65、パルス100、下がってます。触診で50です。化学呼吸に入りました。ノルアド1頭即中、点滴内にドルタミン2頭追加。スピードもう少し上げて。はい。アンビバック。触診不能。ショートランです。リドカイン50即中、カンターショック。点滴全開。はい。生きてるよね。助かるよね。なんて言ってる。まこと、まことと言ってます。ボスミン、心中。
アレストです。じゃないわよ先生、ほら見て、私元気よ。先生、ユキは大丈夫でしょうね。君か、誠君は。会わせてください、ユキに。元気だったユキがこんな急に。先生、間違いです、ユキは死んでません。そういうまこと、どうしてあなたにはこの元気な私が見えないの。気を落ち着けるんだ、まこと君。さあ、お別れをしてあげなさい。ユキ、ユキ、ユキ、誠、ダメよ、泣いたりしちゃう。これから病理解剖の手続きを取るから、病理解剖室へ運んでおくように。解剖、ユキをですか。ユキちゃんには引き取る近親者もいないし。僕がいます。君は法律で認められている家族じゃないだろう。ユキちゃんと同じように生まれつき心臓に血管を持つ子は大勢いるんだ。だから病院を解明して、その子らを少しでも救ってあげる。それがユキちゃんの短い一生を価値のあることにするんだ。やだ、他の人間のことより。先生、ユキを生き返らせてください。さあ行こう。まこと行かないで。誰か私を呼んでる。あ、引っ張られる。いや、あ、ダメ、吸い込まれていく。大丈夫だよ、安心しな。解剖だなんて俺が許さないからね。これから二人っきりになれるところに行こう。
ゆき、少し揺れるけど我慢しろよ。ゆき、もう一息だからね。そしたら二人きりになれる。君は俺のもんだから誰にも出さないよ。してみろ。いつまでもって約束したのに俺のこと忘れていくなんて裏切りだぞ。戻ってこいよ、戻ってこいよ。ユキ、ユキ。よし、あっちだ。はい、はい、俺を信じろ。俺の力を信じろ。ちょっと乱暴だけど勘弁しろよな。
戻ってこいよ。戻ってきてくれよ。関東南部を襲った地震は東京湾を震源地とするマグニチュード 5.6 の極めて大きなもので、被害は東京、神奈川、千葉の市街地全域に及び、首都圏の各方面に次第に影響が出始めています。被害状況は地盤の弱い地域で建物が傾いたり壁が崩れ落ちたりコンクリート塀が倒れるなどし、また木造家屋では全半壊したものが多く見受けられ、揺れの激しさを見せつけていました。なお被災地ではまだ余震も続いている地域もありますが、徐々に復旧作業も進められており、救助隊員らにより建物の中に生き埋めになった人々の救出活動も始められています。本当にここに逃げ込んだんですかね。他に考えようがないんだ。だとしたらかわいそうに。先生たち少しお休みにならない？あ、はい、ありがとう。おい、この中から声が聞こえるぞ。誰か生きてるぞ。ここだ。この中から男の声がするぞ。おい、誰か、誰か生きてるのか。生きてるから喋ってんだよ。浜田君、今すぐ助けるからな。頑張るんだ。先生ですか。そうだ、よかったな、無事で。もっといいことがあるんです。先生、見てください、ユキの心臓が動いてるんです。何？パルス73、血圧120-80、全て正常です。奇跡が起きたんですかね。家の会社がそんなこと言って。じゃあ先生、どう解明します？地震の衝撃でとしか考えられんよ。無論その前に誠君が試みたマウス2マウスの蘇生法も幾ばっかの効果があったんだろうがね。心臓停止後脳死に至るまでの間に地震が起きたというのはやっぱり神の力としか。
雪。雪。わかるかい？俺だよ。雪。私はあの二人の意志の力だって信じたいわ。あの牧少女のユキちゃんが一人で町へ出て誠君に出会って命を助け愛し合い、今度は誠君がユキちゃんを生き返らせる科学を乗り越えるもう一つの能力が人間にはあって、それを引き出せるのは人間の意志の強さなのよ。愛の強さだな。不思議なものなのよ、人間って。先生、ありがとうございました。ユキもこれで完全に回復するんでしょうね。言いにくいんだ、そこまではどうかな。だってユキは元気に生き返ったじゃないですか。でもね、先天的な体質までは変わらないんだよ。どういうことなんですかそれは。ユキちゃんの心臓は以前のままだ。そんなこと言ってないで手術して治せばいいじゃないですか。残念だが今の医学では手術のしようがないんだ。そんなバカな、たかあのぐらいの病気今の科学で治せないなんて。残念ながら科学とはそんなもんなんだ。あんたそれでも医者なのか。何と言われても仕方がない。君の辛い気持ちもわかる。でも事実はそうなんだ。じゃあユキはまたいつ発作が起きるか。起きないかもしれない。知らない間に治ってることもある。今それを望むしかないだろう。そんなあやふやな。ユキちゃんはこれだけの試練に耐えて生き抜いた。恐ろしいほどの生命力だ。それを信じようじゃないか。しばらく環境のいいところで療養させて、まず体力を回復させよう。誠君、君とユキちゃんの過ごした一日は普通の人の何年にもあたる素晴らしい時間だった。50年生きたってこの一日に相当しない人生を送る人だっていっぱいいるんだよ。しましょうね。ありがとう。一緒。お姉さん頑張って。お洗濯終わってからね。はい。今日は何の歌を覚えようか。大きな栗の木の下で。大きな栗の木の下で。あなたと私
仲良く遊びましょう。やっと会えた。約束通りね。少しでも早く雪と暮らしたかったもんね。毎日カレンダーとにらめっこしながらね。すごく元気そうだな。息も切れてないでしょ。うん。でも無理しちゃダメだよ。大丈夫よ。ほらね、合格証書、五代誠自動車整備士技能検定規則の定めるところにより2級自動車ガソリンエンジン整備士の技能検定に合格したことを証する。すごい。本当にすごいんだね。経験年数すっ飛ばして頑張っちゃったんだからね。それに世田谷に勤める工場も決まったし、月給の方もまあまあいい線いきそうなんだ。よかったわね。これで男一匹、女房も食わせていけるってもんだ。私だって働くわ。
ユキ。島へ帰ってた先祖の霊が今あの日に乗って帰ってくのよ。みんなの歌に送られていくんだろうな。精霊はね、一旦沖へ出て海の神様のもとへ行き、恵みを受けてそれぞれ自分の空へ帰っていくのよ。島の精霊はみんな幸せなんだろうな。私たちもね。見ろよ、あの太陽。燃えてるみたい。あんなに大きいのに太陽も私たちと同じに毎日生きてるのね。この世界のものはみんな生きてるんだ。月も星も宇宙もみんな生きてるのね。大きな一つの命になって、私たちもその中の小さな光の一つなのね。だからこの世界に死なんてないんだ。永久にどこかで燃え続けていく大きな一つの命のために。ユキ、その大きな一つの命ってわかるか。愛。100点。私はまだ80点よ。早く元気になって誠と一緒に暮らせるまでは。ねえ、どんなアパートに住む？マンションもまだ買えないし、でも4畳半じゃ狭いな。6畳と小さなダイニングがあって、掃除洗濯、誠の好きな食べ物いっぱいこしらえて。ねえ、何が好き？何でも。息の作るもんなら何でも。ダメ、ちゃんと言ってくれなくちゃ。カレーにシチュー、餃子にハンバーグ、納豆に冷ややっこなんかもいいね。わかった。私早くから一人だったからやりくり上手なのよ。誠のお給料からちゃんとへそくりなんか作っちゃってさ、お誕生日のプレゼントなんかでびっくりさせる。何がいいかな。セーターとかペンダントなんかじゃなく、誠がハッと驚くようなもの。
ユキ、君はゆっくり休んでてくれたらいいんだ。働くのは男の俺の役目だからね。君はただ燃えて光っててくれればいいんだよ。ユキ、ほんのちょっと待っててくれ。俺も仕事が終わったらすぐに君のそばに帰る。そして二人で太陽みたいに燃えよう。宇宙の旅を続けながらね。